タロットガーデンは、トスカーナにあるニキドサンファールの彫刻庭園。タロットの大アルカナに相当する22の彫刻群がある。ニキが20年以上かけて制作したものであり、彫刻家の夫、ジャンティン・ゲリーも作品を提供するほか、他の彫刻家やモザイク、セラミックスなど各分野の専門家、地元の住民など多くの人々の協力を得て、 1998年5月15日に正式に開館した。開館後も2002年5月21日に二期が死去するまで制作が続けられた。タロットガーデン造営のきっかけとなったのは二期が1955年にスペインを訪れた時に見たアントニガウディのグエル公演。1960年頃に訪れた南仏ドローム県オートリーブのフェルディナンシュバルの理想偶。 1962年にティンゲリーとカリフォルニア州ロサンゼルスを訪れた時に見たサイモン・ロディアのワッツタワーである。1974年に長年ポリエステルを使って仕事をしていたため、肺納用で入院し、スイスのサンモリッツで保養していた時、1950年代にニューヨークで出会ったイタリア貴族で美術品収集家のマレッタアニエッリに再会し、 大きな彫刻庭園を造営したいという夢を語ったところ、マレッダの兄弟カルロカラッチョロとニコラカラッチョロがトスカーナ・ガラビッキオの土地を提供することになった。造営に取り掛かったのは1978年である。前年にリカルド・ムノンが2期の助手になり、以後10年にわたってタロット・ガーデンの造営に取り組んだ。1989年に、 ムノンが37歳の若さでエイズで亡くなった時、ニキは大きな猫の像を制作して彼に捧げた。現在、タロットガーデンの奥にあるが、同じものがモンパルナス墓地のムノンの墓にも置かれている。彫刻家として長年にわたって協力したのはピエール・マリール・ルジューヌである。欧州諸国や米国を旅して新しい素材や技法を見出した彼はニキの彫刻を モザイクで覆う技法を導入し、このためにアトリエを構えた。また、作品の鋳造から内部の彩色、ベンチや家具、その他のオブジェの製作まで様々な分野で尽力し、女帝の足元の泉の周りには、彼の提案で作られた小さいアンフィタートルムがある。この周囲に岩を削って座る場所を作ったのもルジューヌ、である。彫刻家では、ルジューヌのほか、 夫ティンゲリーと彼の仲間のスイス人彫刻家、リコ・ウェーバーとセッピーン・ホフが彫刻作品の土台を溶接する作業を担当した。この作業は彫刻家、ドクバン・ビンゼニアムノンや、無論の紹介で助手を務めることになったトニーノ・ノウルティス、ラによって受け継がれた。鏡の破片のモザイク一方、パリにアトリエを構える彫刻家、ロベール・アリゴンは、2機が彫刻の素材として、 ポリエステルを使うようになった1972年から彼女の制作に協力していた。アリゴンはアルマン、セザール、ジャコメッティ、オシップ・ザッキンら多くの彫刻家、画家と共に仕事をしていた。タロット・ガーデンの造営においても、ポリエステルを使った作業はすべて彼が引き受け、1984年頃から彼の二人の息子ジェラールとオリビエも参加した。 セラミックスの製造については、この分野の専門家、ベネーラ・フィノッキアールがローマから参加した。1984年には、セラミックスを焼くための小型の釜を3機入手し、以後、セラミックスはすべて現場で焼いた。セラミックスは、テッセラや鏡の破片と同様に、彫刻の外側に接着されている。地元の住民として、最初に参加したのは、郵便局員。 ウーゴ・チェッレッティであった。最初はコンクリート打設前の土木工事を担当し、やがて作品の仕上げに参加するようになった。公式ウェブサイトには長期にわたって協力した数人の名前が挙がっているが、実際には非常に多くの人々が協力した。1979年に基礎ができると、2期は多くの友人たちの助力を得て、現地に暮らしながら制作をするようになった。 同年にニューヨークでタロットガーデンの模型や写真の展示会を行い、米国各地を巡回した。1982年、2期はタロットガーデン造営の資金を調達するために、ニナリッチ、ピエール・カルダンなど、欧州大手ブランドのニューヨーク販売代理店であった、ジャクリーヌ・コシュラン社からの依頼に応じて、香水を制作した。香水瓶は、 コバルトブルーの四角い容器に金の蓋がついて、蓋の上に2機のモチーフとして重要な絡み合う2匹の蛇が取り付けられている。2機はさらに宣伝のために、それまで彼女の作品を収集していた友人で30年にわたってディオールのクチュリエ及びアーティスティックディレクターを務めたマルク・ボアンがデザインした青いパンベルベットのドレスと香水瓶の蛇のモチーフをあしらったティアラを身につけて、 メディアに登場し、話題を呼んだ。この後も、タロットの人物から着想を得た作品の展示会を、ロンドンとニューヨークの画廊で行い、ジュネーブのボニエ画廊では、2期の最近の作品として、タロットガーデンの彫刻に基づく作品を展示するなどして、売り上げをタロットガーデン造営の費用に充てた。 タロットガーデンの通路1980年代末から1990年代初頭にかけて2期は他の仕事が入りタロットガーデンで過ごす時間が少なくなったすでに1980年代に入った頃から関節リウマチを患っていた上にとりわけ1991年8月にティンゲリーがベルンで死去すると2期は健康状態の悪化にもかかわらず タロットガーデンの制作を進めると同時に、バーゼルにティンゲリー美術館を設立するために尽力した。建築家、マリオ・ボッタが設計した、この美術館は1996年に開館した。また、マスダ・シズエが、栃木県の那須高原に2期美術館を設立したのは1994年のことであり、2期はこの美術館のデザインを担当したが、 その奇抜な造形は国立公園法による厳しい規制のために実現しなかった。1994年、2期は健康上の理由からカリフォルニア州サンディエゴ市のラホヤに居を定め、死去するまで8年間ここに暮らすことになった。だが、ここにアトリエを設置し、鏡、ガラス、石を使って作業を続けた。ルジョーナが何度もラホヤに足を運び、協力した。 パロットガーデンは次第に来園者を受け入れていたが、1998年5月15日に正式に開館した。ニキは開館後もラホヤでカリフィア女王の魔法の輪などの小規模な彫刻の制作を続け、現場でも引き続き作業が行われていたが、2002年5月21日にニキが死去すると、生前から彼女が望んでいたように、 この時点でタロットガーデンでの制作は全て終了した。公式ウェブサイトのインタラクティブマップはタロットガーデンの概略図でありタロットカードの番号だけがローマ数字で書かれているがカーソルを置くと小さいイラストが表示されクリックすると作品の画像と日記による解説が表示される。これは日記による解釈であって多くの場合伝統的なタロットカードの具位とは異なる。 主な作品は高さ12メートルから15メートルで、ポリエステルと鉄筋コンクリートで造形した後、モザイク、鏡の断片、多彩なセラミックス、ガラス、特にムラーの3のガラスを接着して作られている。内部の通路タロットガーデン入り口、開館の前年の1997年に、ティンゲリー美術館を設計したマリオボッタが、入り口のヘイト作を制作した。ヘイには、地元、 トスカーナさんの石を使用した。2期は、タロットガーデン内の作品世界と外部とを明確に区別すると同時に、ドラゴンが宝物を守るように、作品世界を要塞のように保護する男性的な兵が作られたと表現している。この他、リカルドに捧げる、猫の像、忍者の女性版、新九百七十四年制作の、サライコール線に基づく大型の作品。 インタラクティブマップには示されていないタロットカード番号例のグ者などがあるディレクションズ参照ビジット参照地図詳細を含むパンフレットありがとうございます